もし100万円が当たったら半分は貯金してグローブを買うんだ。ダンボールのそりで土手を滑り降りながらいつもの夢物語。20円のくじ引き、7回目で念願のキーホルダー。ママがつけたお守りよりかっこよく光って揺れてる。いつも夢見ていたね、あの頃の僕たちは。一塁ベースが遠く感じるほど小さな体でも夢は大きかったね。色褪せたボール一つ拾い上げる、その瞬間浮かび上がる過ぎ去った時の幻。くじ引きをした駄菓子屋も今はコンビニに変わってしまった。景色は違うけど、頬を抜ける風はそのまま。いつも輝いていた僕らの澄んだ瞳、短冊に書いた願い事すべて叶うと信じてた。幼き日の思い、今も輝いて